私は慌てて夫に電話をした。だがつながらない。とりあえずこの場にいると不審者として通報されそうなので、私は娘を連れて一旦実家に帰った。そして夫にこれでもかというほど鬼電をすると、ようやく夫が電話に出た。なんだよ、しつこいな。ちょっとどういうこと？私たちの家に赤の他人が住んでたんだけど。そりゃ、あの家売ったからな。はあ、何勝手なことをしてるのよ。お前がいけないんだぞ。嫁の仕事である家事を放置したんだからな。だからお前とは3ヶ月前に離婚して家も売った。家の売却金は慰謝料としてもらうから。私の名前はのぞみ、34歳の専業主婦だ。現在夫のまさとと5歳の娘のゆかと3人で暮らしている。娘を出産したことを機にマイホームを建てて、私たちは普通の家庭のように見えるが、幸せな部分もありながらそうとは思えない部分もある。というのも夫はモラハラ気質があり、何でもかんでも自分のわがままが通り、私のことを従わせることができると思っている。仕事から帰ってくるとすぐに飯はと言い、食べ終えても食器は下げない。食器を洗ったことなんて一度もない。そして風呂に入り、また好き勝手に酒を飲んだりおやつを食べたりして、また食器を出してそれもテーブルにそのまま。だが私がそのことを注意すると、誰がお前たちの生活を守ってやってると思ってるんだと逆ギレ。働いていないやつが文句を言ってくるなと怒ってきた。いくら自分が働いていて家計を支えているからって、さすがにこれはひどい。それに夫は子育てだって全く協力的じゃない。娘が生まれたばかりの時は可愛いな、俺にそっくりだと大喜びしていたのに、だんだんと構わなくなり、娘が成長して「パパ遊ぼう」と話しかけても、パパは忙しいからママに遊んでもらいなさいと冷たく突き放す。娘はその度に悲しんでいたが、そのうち娘も諦めて夫に対して何も望まなくなった。本当に私たちは幸せなんだろうか。私はいつからかため息が止まらなくなった。なんであんな理不尽な人のために料理を作り続けているんだろう。私はこのまま家政婦のような人生を送るのだろうか。そんなことを考えながら料理をしていると、いきなり固定電話が鳴った。私は調理中なのでちょっと出られないなと思っていると、夫が、おい、何やってんだよ。早く出ろよ、と言い出した。ここで言い争っていたら電話が切れてしまう。私は慌てて汚れていた手を洗って電話に出た。今は土曜の夜だ。こんな時間に一体誰だろうか。私は電話の相手が医師だと名乗ったので、びっくりした。すると医師はさらに私を驚かせる発言をした。あなたのお母さんが倒れて病院に運ばれたので、すぐに来ていただけませんか。私は思わず受話器を落としそうになった。母がいきなり倒れた。突然の出来事に頭が真っ白になる。結婚してからというもの、母に会いに行く回数は減っていた。父はすでに亡くなっていて、それから会いに行く回数を増やしたいなと思いつつも、娘が生まれてからなかなか実家に顔を出すということが頻繁にできないでいた。今まで私は母からたくさんの愛情を注いでもらって育ってきたのに、まだまだお母さんには恩返しをしたいのに、こんなところで最後の別れになってしまうのは嫌だ。医師の説明によると原因は心筋梗塞だそうだ。運ばれてきた時は危機的だったが、現在はとりあえず容態が安定しているとのこと。それを聞いて私は胸をなで下ろした。これから検査も含めて入院という形になるらしい。私はすぐに行きますと言って電話を切った。一人っ子で父も亡くなっているので、母には私しかいない。
電話を切ると、私はすぐに出かける準備をした。夫に、ごめん、お母さんが倒れたらしいから病院に行ってくると伝えると、夫は、俺の飯は、と言い出した。私は呆れてしまった。妻の母親が倒れたっていうのに、自分の晩飯の方が大事なのか。普通は心配して車を出そうか。など言ってくれてもいいものなのに。それどころじゃないのよ。それくらい分かってよね。私が大声を出すと、夫は一瞬びっくりしたものの、なんだよその態度は。といつもの調子で逆ギレしてきた。私はもうこいつとやりとりしている時間が無駄だと思い、娘に出かける準備をさせて車に乗り込んだ。夫はその間もワーギャー言っていたが、無視した。そして病院へ。母はベッドの上で眠りについていた。私は医師に話を聞いた。これから検査入院となり、結果が出てからいろいろと詳しい話をすることになるそうだ。倒れた際に打ちどころが悪かったようで、いろいろなところにあざなどが見られるらしい。だから内部にどう影響しているのか、細かく見ていく必要があるとのこと。私はとても不安になった。まさかこのまま亡くなってしまうなんてことはないだろうか。だが医師はそんな私の不安を察したのか、大丈夫ですよ。今は状態は安定していて眠りについているだけですから、と言って私を落ち着かせてくれた。最後に今後の予定などを医師から伝えられて、私は娘を連れて家に帰った。するとテーブルの上にはビールの空き缶と、出前を取ったのかピザの空箱が汚く置かれていた。私はそれを見てげんなりとした。夫はテレビをつけたままソファーでぐうぐうと寝ている。頭に来て叩き起こそうかとも思ったが、母のことでかなり精神的にも体力的にも消耗したのでやめた。今はむしろそこで寝ていてくれてありがたいと思った。私はテーブルの上のゴミを片付けると、テレビを消して電気も消した。そして娘に、今日はお外で食べに行こうか、と言ってファミレスに行くことに。娘は美味しそうにお子様ランチを食べている。私は自分が注文した料理を口に運びながら、今後のことばかりを考えていた。母は大丈夫だろうか。今回は命には別状はなかったが、また同じようなことが起こる確率は全然ある。そんな時、近くに住んでいなくて大丈夫だろうか。でも夫に母との同居を提案したところで絶対に却下されるだろうしな。それでもたった一人の血のつながった母のためにも自分の意思を通さないと。翌日、私は意を決して夫に相談した。母は現在検査入院中で、その結果次第では同居して私の目の届く範囲に母を置きたいと言った。すると夫は、そんなの絶対にダメだと即答。予想はしていたが、ここまで早く却下されるとは思わなかった。どうしてダメなの？ここは俺の家だ。だから俺の居心地が悪くなるような状態にはしない。ひどい。普通の同居じゃなくて、万が一介護が必要になったりした時に同居をしたいって言ってるのよ。それにこの家は私の家でもあるんだけど。ダメなものはダメだ。今は俺が働いて生活費を支払っているんだから俺に決定権があるだろう。まさか夫がこんなにもわからずやのわがまま男だったとは。生活費を支払っているのは夫かもしれないが、この家のことをやっているのは全部私だ。私は今まで以上に夫に対しての不信感を抱いた。そして数日後、検査の結果が出たというので私は病院へ。すると母は腰を悪くしてしまっていたそうで、しばらく入院をした後に、退院後は介護が必要な状態になるらしい。私は困ってしまった。何しろ夫から同居は絶対にダメだと言われたばかり。それなのに、今後介護が必要になるなんてどうすればいいのだろうか。
そんな時、母がごめんね、迷惑をかけてしまって、と申し訳なさそうに言った。母の悲しそうにしている姿を見て私はハッとした。今私が大事にしないといけないのは母だ。夫の意見とかそういうのは今はどうでもいい。大丈夫だよお母さん、心配しないで。私はそう言って母の手を握った。母のためにできることは何でもしよう。そう心に誓った。それから何度か夫に、母が介護が必要になったから同居して面倒を見たいと言ったが、毎回却下された。仕方ないので、私が実家に帰ってしばらくお母さんの世話をするからね。と言うと、夫は最初からそうしろよ。話をややこしくするな、と切れる始末。ものすごく腹が立ったが、実家に帰る許可を得られたので、母が退院した後に実家に帰ることに。娘を置いて実家に行くわけにはいかないので、娘も連れて実家へと帰った。退院時に母を迎えに行ったが、車椅子に乗ることになり、母はとても悲しそうにしていた。私がこんな風に迷惑をかけてしまってごめんね。責任感が強い母だからこそ、人様の迷惑になることはしたくないのだろう。だが私は娘だ。遠慮なんてしないでほしい。大丈夫よ。これから女三人だけで楽しく過ごしましょう。こうして実家にて母の介護が始まった。家の中に入ると、母が私のためにお茶を出そうとするので私は慌てて止める。お母さん、そうやって何でも自分でやろうとしないで。今日からは私に甘えていいから。ごめんね、ありがとう。また少ししんみりとしてしまった。すると娘が、私が準備する、と元気よく言った。私と母は一気に和み、結局三人で一緒にお茶を用意して、お菓子を食べた。そんな風に平和で楽しい時間を過ごしていたのだが、その日の夜に夫からいきなり電話が。もしもし、何かあった？おい、お前、どこほっつき歩いてんだよ。え、私はびっくりした。夫は一体何を言ってるのだろうか。いやいや、私、今日から実家でお母さんの介護が始まるって言ったよね。すると夫はとんでもないことを言った。はあ？泊まりがけだなんて聞いてねえよ。俺の飯は、洗濯は、風呂は、さっさと帰ってきてやれよ。ありえない。私を家政婦か何かと勘違いしてるのか。私はしばらく実家に帰ると言ったわ。家事はあんたもいい大人なんだから、一人でできるでしょ。ふざけるな。早く帰ってこい。住み込みなんて許可してないんだからな。泊まらずに介護なんて無理よ。実家から私たちの家まで車で3時間はかかるんだから。とにかく私は娘と一緒にしばらく実家に住むから。私はそう言って電話を切った。夫にはとことん呆れる。それから母の介護をする生活が始まった。母は自分で風呂に入れないので、一緒に入り体を洗ってあげる。私が子供の頃にいつも母が作ってくれていた料理を、今度は私が作ってあげる。最初は慣れなかったが、私は久しぶりに母と一緒に生活できて嬉しかった。娘もおばあちゃんと過ごせることが嬉しいようだ。母は一緒に遊ぶことはできないが、娘の話をずっと聞いてくれるので、娘は母にとても懐いていた。それからしばらく経ったが、あの日以来夫からの連絡はなかった。意外だなと思ったが、連絡が来ない方がありがたいので、特にこちらからも連絡は取らないでいた。そんな生活が3ヶ月ほど経ったある日のこと。母の容態が悪化した。私は慌てて母を病院に連れて行く。医師の診断によるとかなり腰が悪くなっているらしく、
足の筋肉も衰えているとのこと。入院生活に切り替える必要があると言われたので、私はお願いした。母の状態が少しでも良くなる方を選択したい。すぐに入院の手続きをし、母の着替えなどを実家から持って行った。母に、じゃあ毎日見舞いに来るからね、と告げて、私は娘と一緒に久しぶりに夫のいる家へ帰ることに。だが家に着いた途端に、私はとある違和感に気づいた。まず見慣れない車が止まっていたこと。私が母の介護をしている時に新しい車を買うなんて。とことん夫に呆れた。これは文句を言ってやろうと、玄関に鍵を通して家に入ろうとしたのだが、鍵が刺さらない。どういうこと？何度やっても家の鍵が入らないのだ。違う家じゃないよね。私は焦って家の外観を見たが、どう見ても私と夫が建てた家だ。だが私は表札を見てびっくりした。全く知らない赤の他人の名前が書いてあったのだ。私は頭が真っ白になった。母の介護のために実家に住み始めてから3ヶ月が経っていた。その間に夫は家を勝手に売ったってこと。私は慌てて夫に電話をした。だが繋がらない。とりあえずこの場にいると不審者として通報されそうなので、私は娘を連れて一旦実家に帰った。そして夫にこれでもかというほど鬼電をすると、ようやく夫が電話に出た。なんだよ、しつこいな。ちょっとどういうこと？私たちの家に赤の他人が住んでたんだけど。そりゃあの家売ったからな。はあ、何勝手なことをしてるのよ。お前がいけないんだぞ。嫁の仕事である家事を放置したんだからな。だからお前とは3ヶ月前に離婚して家も売った。家の売却金は慰謝料としてもらうから。夫の発言の意味が私は理解できなかった。この人は一体何を言っているのだろうか。ちょっと待ってよ、離婚したってどういうこと？離婚届ももう出したってことだよ。お前とは赤の他人ってこと。二度と俺に連絡してくるな。そう言って夫は電話を切ってしまった。私はパニックに陥った。どういうこと？私は離婚届になんてサインはしていない。それなのにどうして離婚ができるの？とりあえず深呼吸をして気分を落ち着かせる。確か離婚届の偽造は犯罪になるはず。私は慌てて弁護士事務所に行って相談した。するとやはり犯罪となるらしい。私は事情を説明して弁護士の方に協力してもらうことに。勝手にこのようなことを夫がするのは怪しいと思ったので、その点についても調査することにした。私は会社員時代の貯金から更新書に調査を依頼。それから1週間ほどであっさりと夫の不倫の証拠が出てきた。夫はどうやら私と離婚できたと思い込んで、堂々と不倫相手と会っていたようだ。私は不倫の証拠を入れて、離婚の要求と慰謝料請求に関する内容証明を夫の職場に送った。そして離婚届を偽造したことを訴えた。すると夫からすぐに連絡が来た。おい、どういうつもりだよ。会社に変なものを送りつけてくるなよ。変なものじゃなくて公式な書類よ。あなたが偽造したものとは違ってね。偽造だと？俺はお前のハンコを使って離婚届を記入したんだから、何の問題もないだろ。だからお前とは離婚は成立していて、俺は不倫にはならない。私は呆れてしまった。そう思いたいなら勝手にそう思えばいいよ。だけどあなたにもあなたの不倫相手にも慰謝料は請求するし、離婚届の偽造の件については警察に届け出を出してるから。そんな。警察。ああ、もちろん養育費だって請求するからね。じゃあ
あとは弁護士を通してやり取りしましょう。そう言って私は電話を切った。夫はきっとかなり動揺していることだろう。そして夫は離婚届の偽造の件で逮捕されたらしい。当然会社はクビ。夫は逮捕の際の罰金、私への慰謝料と養育費の支払いによって一気にお金がなくなった。さらに私は弁護士を通して財産分与を要求した。そのため家を売った金の半分をもらうことができた。そもそもあの家を買った時は私の貯金からも結構な額を出していたので、それくらいのお金は返ってこないとおかしい。こうして無事に離婚が成立した私たち。幸い私と娘には実家の家があったので、母に許可を得て住まわせてもらった。それからは娘と頻繁に母の見舞いに行き、親子仲良く過ごしていた。そんな中、離婚から1ヶ月ほど経った頃にいきなり元夫が実家にやってきた。その姿はボロボロで清潔さのかけらもない。元夫は私の姿を見ると涙を流しながら土下座をした。すまなかった。俺が悪かったから許してくれ。そしてもう一度俺とやり直してくれ。私が驚いていると離婚してからのことを元夫が話し始めた。一文無しになった元夫は仕事を探して日雇いのバイトをしたそうなのだが、その給料をすべて不倫相手に取られてしまったそうだ。そして家賃が支払えず借金をしてなんとか家を維持しているらしいが、生活費を賄うことができず借金がどんどん増えているらしい。頼む、彼女とは別れるから俺とやり直してくれ。お前が家事をやって俺が稼いでくるから。元夫の落ちぶれた姿は本当にいい気味だったが、こちらにやってくるのはやめてほしい。今のあなたにどうやって私たちを養えるというの？まあお金もらってもモラハラ夫とやり直すなんて二度とごめんだわ。さっさと帰ってちょうだい。あなたとは正式に別れたんだからね。これ以上ここに来るなら警察を呼ぶわよ。元夫は警察というワードに怯えていた。もう捕まるのはごめんだよ。そう言って元夫は慌てて逃げていった。さすがにもう来ないとは思わないが、私も再就職できたので、母が入院している病院の近くのマンションに引っ越すことにした。現在は娘と新しくて綺麗なマンションに住みながら、母のお見舞いにも行き幸せな日々を過ごしている。勝手に家を売るのもありえないですし、離婚届を偽造するのも頭おかしいですよね。そんなヤバい男と別れられてよかったと思います。主さんはお母さんの病気や子育てを気にしながら働くのは大変だと思いますが、頑張ってくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。